皆さんどうもどうもよろしくわろしドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャントアームやっていきましょう。じゃあね、お疲れ様。リアルでもね、そういった地震とかね、あった時に駆けつける仲間がいたらね、それは本当にいいってことっすよ。まあそれは置いといて、まあ置いといたらあかんねんけど置いといて、ひとまずやっていきましょうか。これは違う、下のはいつらも違うかったから、こいつでも何も違うやろ。よし違うな、違う、あ、こいつもちょっと話しかけていこう。では忙しいのか、ごめんな、ならけどよ、美人やったなそこがい、そこがい、ちょっと俺エンチャントアームな、ちょっと胸のでかい女子多いからなんか知らんけど、勇気は違うけどな、勇気は違うけどな、めっちゃそこ主張するけどこいつらも違うやろ。でこんな時にカジノしてる余裕あるんかっていうの。あ、こいつパパーパパー、ん、パパーパパー、何何やってんのあんた。俺さ、炎の吹き出る武器を拾ったんだぜ。炎が吹き出るんだぜ、すげえだろパパー。こいつやったか、うわっ、危ないから火をこっちに向けんな。向けんな、確かに。多分それ武器じゃなくてバーナーだよ、エンチャントバーナー。バーナー、そう、溶接とかに使う道具、武器じゃないの。なんで武器じゃないならいらねえや、いらねえやじゃあそれ俺たちがもらってもいいか。いいよ、はい、あげる、サンキュー。ああ、こいつやったんや、マジで気づかんかったわ。ここに人があるということすらも気づかんかったわ。子供やから小さいしさマジか、あいつか。ちょっとほんまにわからなかったの、調べようかなって思ってたとこやったんね。よかった、いやずっと探しとった。うん、多分5分か10分ぐらい探しとったんちゃうかな。こんな人が行き行ったりしてさ。支柱を溶接する道具があればな。おっさん、溶接する道具ってこれでどうだ。おお、マットリチャード社製のエンチャントバーナーじゃないか。マットリチャード社製、これならバッチリだ。よかった、じゃあ使ってくれ。うん、使ってくれ。渡した、ありがとう。早速作業に取り掛かるよ。うん、取り掛かってよ。よし、治ったぞ。へえ、うまいもんね。そやな、ロンドンは鉄鋼が盛んだからな、男はみんな溶接上手さ。なるほどねそうなの。しかし見慣れた街灯が立ってるってだけでちょっとホッとするな。あんたらのおかげで治せたよ、ありがとうな。どういたしまして。うん、どういたしまして。うん、よっしゃ、これでカリンに言われたことは全部やったね。やったね。なんかいいことしたな、珍しいじゃん、勇気をただで仕事するなんて。何言ってんの、後でたんまり鉄大臣をせしめるわよ。せしめるんかい。王族なんだからがっぽり蓄えてるに決まってるんだから。こんな時やねんから、そういうお金の話やめといた方がいいんちゃうの。これで大儲けね、今までの赤字もチャラよ。ほんと、いい性格してるよな。確かにするな。お前見てるとちょっと元気出てきたよ。そっか。やった。何がやったなんだ。なんでもない、カリンのところに行ってみようよ。まだカリンは公園にいるはずだよね。そやね、完了しましたね。じゃあ彼に話しかけて今回は終わりにしましょうかね。なんか怒れそうな気するけど。
まあそりゃよ、あれ、え、ほら、ああなんだあいつら、なんか柄の悪そうなのがたむろってるわね。たむろってるね。しかし復興なんて勝ってるよな。ほんとほんと、ったくデビルゴーレムの野郎がよ。あのデビルゴーレムを人間が操ってるって話聞いたことあるか。人間が、え、マジかよ。マジだって。なんでも横浜の学園の服着てたから横浜のエンチャンターらしいんだとよ。横浜、やっぱやつらがみんな悪いんだよな。ああ、元はといえば横浜がデビルゴーレムの封印を解きやがったからよ。こんなことになっちまったんだよな。にしても封印解いたやつってさ、すっげえ極悪人だよな。ああ、横浜とロンドンで死んだ人間の数を考えるとやっべえよな。でもさ、案外極悪人じゃなくてただのバカが間違えて封印解いたんだったりして、ああしまった、封印解いちゃったって感じでさ言いそう、なんか集まさすがにそりゃねえだろ。そうそう、そんなことやったら俺だったら死ぬね。ああ俺も死ぬかもだよね。アツマ、いいさ、仕方ない。でもこんなの我慢することない、私は許せない。おい待てよユキ。やい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 、なんだやいやいやい、なんだこいつ。さあガキは寝てな。うるさい、お前らなんか死んじまえ。うわ、街中で銃抜きやがった。嘘、マジかよ、やばいやばいやばい、殺されるぞ、逃げろ。てめえら待ちやがれ。アツマはこの町を救ったんだぞ、すっごい頑張ったんだぞ。悪く言うと私が承知しないからな。勇気たく、勝手なことばっかり言いやがって。でも事実なのは事実です、事実だけどね。アツマ、あんな奴らの言うこと気にすることないからね。ああでもあいつらが言ってたのは本当のことだよな。え、けど悪い勇気、ちょっと俺一人で頭冷やしてくるわ。あ、アツマ、ちょっと一人で頭を冷やすだってそんなの私が許すわけないじゃん。許すわけないの。え、あれ、あ、まだ続く。操られてるんじゃなくて本当に悪い奴なのかもしれない。今日出会ったみんなが苦しんでいるのも当夜のせいなのかもしれない。温まるのも水を飲むのも苦労してたり、住む家をなくした人がたくさんいたり、死んだ人もたくさんいるんだ。当夜を救うのって本当にいいことなのか。俺ってみんなに迷惑ばっかかけてるし、俺の行く先々でひどいことばっか起こるし、やっぱこの右腕が悪いのかもな。いっそのことズバッと右腕切り落とすか。ライカさんなら綺麗にやってくれそうか。うん、我ながらうまく切れたな。なんて言ったりして おい、ユキ。笑えない時こそ笑うのが真の男ってもんよ。誰だ。ユキですよって。ひとーつ、ひとえに金のため。ふたーつ、不眠不休で金のため。みっつ、見えより金のため。見えより金なんや。よっつ、良きも悪きも金のため。とにかく金を稼ぐためにゴーレムを買って買って借りまくる、キングオブゴーレムハンターユウキと。
いや、知ってるし。知ってるし。うん。っていうか、急に何なんだよ。何なんだよ。勝負よ、アツマ。はぁ？何言ってんだ。いつまでもうじうじしてるあんたに、前みたいに私がカツを入れてやる。悪いけど、そんな気分じゃないんだ。そう、臆病者ってことね。臆病者よ。あんたの友達と同じでね。なんだと。だってそうでしょ。デビルゴーレムに守られてやりたい放題やってるなんて臆病者で卑怯者よ。てめえ、取り消せ。やなこった。悔しかったらかかってきな。勇気消しかけるのうまいな。上等だ。やってやる。ああマジで。あ、ちょっと終わりたいな思ってたよ。先に戦闘っすか。マジですか。え、うそやな、ほんま。どうやわ、臆病者でも卑怯者でもないと今のところ照れ消してもらえからな。ふん、消えれよ、アツマ。私はその顔したあんたを見込んでついてきたんだけど、まだ足りない。こういうやつは本当かいてマジの勝負だぞ。メガフレアラッシュ、暴れろ暴れろい、倒すよ。痛い痛い痛いよ、助けて頼む。あ、じゃあメガ、これ撃たれへんやんか、マジで。これや、メガフレアウェーブ、よっしゃい、ちょい、やるじゃんか、アツマ。勇気、さっきのことは取り消せ。いくら前でもどうやのことも言わなく言うのは許さねえぞ。チェ、やんなるな。すぐ向きになるとこもそっくりなんだよ。何のことだ。何でもない。それよりもまだ勝負はついてないんだからな。行くぞ。おお、行こうか。これじゃい。ゲーム勝ったぜ。勝ったぜ。ちょっと待って。マリー、平気か？けど、お前がトウヤのこと悪く言うから。気合い入った？あ？気合い入ったかって聞いてんの。聞いてんの。どうなの？まあ、ちょっとな。ならよかった。勇気ってアズマのことちょっと惚れてるところあるよな。なんだ？住んでた町がボロボロになったって、親や兄弟が死んじゃったって、それからもし大切な人に裏切られたって、頑張っていれば、前に進もうとしていれば、みんな明日は今日よりちょっとだけ幸せになれる。ほう、今日の延長に明日があって、明後日もし明後日も今のこの瞬間の積み重ねでしかないの。名言来たよこれ、勇気。だから今この瞬間から別の行動を起こして明日に進んでいけば、確実に明日は変わっていく。まあな、うん、この瞬間から頑張って進んでいけば、それだけ早く明日の幸せに近づけるってこと。私はそう思う。俺もそう思う。だからたとえ悪い結果になったとしても、知らなきゃよかったとか、やらなきゃよかったとか思ったとしても、前に進まないよりはずっといいと思うんだ。いくら悩んで迷ってもそれの虜になっちゃいけないんだ。止まっちゃダメなんだよ。そう、立って歩け、前に進め。お前に足があるじゃないかって。勇気、ありがとな勇気。けどさ、俺分かってる。人間そんなすぐ割り切れるわけないよね。ごめん。さて、じゃあ私は一足先にお城に戻ってるね。ああ分かった。おう、勇気一人だけ。いや、勇気じゃなくてアズマ一人だけか。みんな明日は今日よりちょっとだけ幸せになるか。
意外と臭いこと言うな、あいつ。何が臭いって？うわぁ、だぁ、びっくりした俺も。ちょっと、驚きすぎよ。失礼ね。なんだ、カニか。こんなとこに何しに来たんだ？それはこっちのセリフよ。アツマこそこんなところで何してるの？いや、別に。ちょっと考えること。本当は誰も見てない時にやりたかったんだけど、まあいいか。何？誰も見てない時にやるって何をだ？何をだ？ちょっと何をやるつもり？ちょっと日曜大工はね。日曜大工か。日曜大工。ちょっといきなりしてあれがバカでした。そうよ、親孝行の日曜大工。日曜大工できるんや。これ？よし、こんなもんかな。ちょっと曲がっちゃったかもしれないけど、このくらいの方が味があるってものよね。そっか。これお父さんの像なんだ。そうよ。まあこんなことしても喜ぶかどうかわからないけど。喜ぶさ。ありがとう。これがロンドンシティと私の新しい一歩ってところよ。見てて、きっと前よりずっと素敵な街にしてみせる。カリンならできると思うぜ。ねえアツマ。なんだ？もしアツマさえよければ一緒にロンドンの復興を手伝ってくれない？今日手伝ったじゃん。そうじゃなくて、もっとずっと先までよ。あ、惚れた。カリン惚れた、アツマに。ほら、こう見えても私ロンドンシティの王女だから、住むところだって用意してあげられるし、もしまだエンチャントの勉強を続けるんならいい先生だって紹介してあげられるわよ。それにロンドンは料理も絶品なんだから。なんなら私がまた手料理を作ってあげたっていいし。あ、それ言ったか。それは兄に断れということが。断れということが。どう、いい話だと思わない？カリン、カリン、ありがとう。ありがとうって言うとこ。じゃあ早速住むところを決めなきゃ。違うんだ、ありがたいけど今は無理だ。そっか、そうよね。アツマは友達を助けに行くんだもんね。私何勝手なこと言ってるんだろう。忘れて忘れて、ごめんね、考え事の邪魔して。じゃあ私はこれで。そういえばまだちゃんとお礼を言ってなかったわよね。え？ん？私をエンテを止めてくれてありがとう。私この街を、大好きなロンドンを壊してしまうところだった。お父様だけじゃなくてこの街までなくしてしまうところだった。だからあなたとあなたのその右腕に感謝しなくっちゃ。俺と俺の右腕に？そうよ、私あなたに会えてよかった。最初は怖かったけどね。じゃあ私は一足先に城に帰るわね。うん。アツマはそういう風に悩んでるの似合わないわよ。俺に会えてよかったか。ありがとう、カリ。よし、俺もそろそろロンドン城に戻るか。せっかく立派な部屋を割り当ててもらったんだしな。じゃあね。あ、カリン振られたね、アツマに。では、まあ、次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。